あ、そうじゃん。ショート、あれだ。同期コラボの罰ゲームなんだ、あれ、実は。はい。その、俺たち西側の4人、ディティカという、ね、チームアップというか、ヒーロー4人組でね、チームを組ませていただいているんですが、そちらで、その、4人で対決をして、ディティカの最弱を決めようと、そういう企画を行い、その、見事最弱になってしまった星ルベが、罰ゲームで、その、ボイスを読まされたんですけど、はい、そういう経緯でね、ショートが、上がりました。ガブリアスはショートにならないのか。それは俺じゃなくて、YouTube くんに聞いてほしいな。で、なんであれショートにならないの？ねえ。渾身のショートだったのにさ。ライくん、いい台本書いたよな。いや、ほんとにね、ライはね、マジで、コラボ、はい、同期コラボのホストもやってくれたし、その司会進行とかもめちゃめちゃ頑張ってやってくれて、はい。で、おまけにね、台本も書いてくれたので、はい。一回くたばった方がいいと思います、本当に。ライのさ、今日、そのライの歌ってみたスターマーカーが上がったんですけど、皆さん、聞きましたか？スターマーカーは、あれかな？その、カナブーンさんの曲で、僕のヒーローアカデミアの、あれ何期だろう？何期のオープニングなんだろう？多分、4つ目か5つ目か6つ目くらいのガバガバすぎるか。そこら辺の4つ目ではないかな？ 5 つ目くらいかな？もっとかな？ 4 期？ 5 期？そこら辺か。文化祭の時か。そこら辺のオープニングをね、ライが歌ってましたね。ヒーローにちなんで、ヒロアカの曲なのかな？まあ、わかんないですけど。ライめっちゃカナブーン歌ってない？なんか、そんな気がする。気のせいかな？どうだろう。ね、声質合うね。いや、本当にカナブーンの曲、マジで合いますよね。ラスサビの、そのアクセントの入れ方とか、マジでかっこよかったんで、まだ聞いてない方はね、稲見ライのスターマーカー聞いてあげてください。はい。6期まで、6期までやってるのか。なんか毎回、その、2クールずつやってて、あんまり間も空けずに、その神作画を連発し続けるヒーローアカデミアの制作人って寝てるんですかね、マジで。バケモンじゃない？本当にクオリティ落ちないのすごくないですか、ヒロアカの制作人。